TV でーす。どうもーす。はい、はい、今日はあれですね、あの一目くんがあのソウルファッションウィークに行って、はい、実際にいろいろ来ていた方とかをちょっとファッションスナップしてきてくれたそうなので、ちょっと見てみましょうか。見たい、はい、私も見たいんだよね、うん、まずこの方かっこいいじゃん。かっこいい。てか結局なんかかっこいい人って何着てもってかなんかシンプルはかっこいいな。一目くん曰く女子の列がすごかったらしいです。さすがだから有名なモデルさんって感じなのかな。ねっとね、とでもねファッションウィークの時は本当に有名なモデルさんとか、うん、まあ、そういう人たくさん来てたから、お目立ってる人めっちゃ多かった。へ、わ、おしゃれ。ね、なんかでも韓国にもこういう人いるんだね。なんか韓国の人イコールあんまり髪の色とかさ、確かいろいろするっていうイメージがなかったんだけど、でも最近は、あ、でも最近私仲良くなった YouTuber の子で、うん、もうんびちゃんって子がいるんだけど、その子も髪真っピンク。うん、そう。それってすごいおしゃれ。だからこういう感じの子今多いのかもしれないね、韓国でもね。確かに。でほらカメラ持ってるよ一眼。ああ。こうやって撮影するんだろうね、ちゃんとね、ショーをね、おしゃれ。おしゃれ。わっ。かっこいい、アイドルっぽい。なんか好きかも。ちょっとアーティストっぽい。好き、うん、好き。アーティストっぽいね。今なんかこういうボーダー、やっぱさ、ボーダー流行ってるんだね。私たちもボーダーね、私たちもボーダー着てるけど、やっぱ今ボーダー流行ってるんだと思う。それでも韓国でもボーダー商品ね、たくさんあるのかもしれない。おしゃれ、おしゃれ。ベレー帽とかもいいです ね、 いいね。コートもおしゃれだし、うん、色いい着方が。お、あ、この子もボーダーじゃん。かわいい。あ、確かにボーダーだ。やっぱボーダー流行ってるんだ。なんかボーダー着てるとちょっとおしゃれっぽくも見えるよね。なんかね、まとまるというか、ね、髪色もちょっとかなりパンチ効いてるし、ジージャンとかもオーバーサイズで、ね、いいよね。で、いいね。でもやっぱりこう肌白いメイクっていうのは韓国っぽいですね。うん、あ、おしゃれやね。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれボーイズたちだ。なんかみんな身長高そう。ねえ、真ん中いいな。真ん中、ご指名、ヘジン推し。あ、でも私もできれば真ん中だなとか勝手に言ってるみたいな。なんか顔的に真ん中かな。うん、次の方だ。これ高校生なんだって。おしゃれ。おしゃれだね。なんで今高校生でもこんなおしゃれな時代なの。ねえ。やばいね。なんか。あれじゃん、あのオーバーオールとかもおしゃれだね。こういうショーにあえてオーバーオールっていうのもおしゃれだね。確かに。でもああいう、あとあのメガネ系してる人多い気がする。サングラスとかメガネとか結構韓国ファッションショーでもねしてる人多いね。あと帽子とかもね多いよね。女の子ボンボン出してるよ。若さだなこれ。若さですね。でもおしゃれ。あ、イケメンくんだ。おしゃれ。おしゃれ。さすが。なんかポーズが可愛らしいね。なんか、ね、おしゃれ。おお、いいじゃん。おしゃれ。寒くないのかな。おしゃれ。あ、いいね、いいね。あ、そう、このさ、この場所で私も写真撮りたかったんだよ。一番 DDP の一番メインのところでさ。いいね、ゆずみくん。あ、これいいじゃん。いいじゃん、かわいいじゃん。モデルじゃん。ね、モデルだね。一番ダントツ押すよね。本当に。あ、すごい、でもいいね。レザーとかさ、こういう着方。あ、そう、レザーとかもね、すごい多かったと思うよ。あ、今回実際車でとかだけど、ファッションショーの周り結構回ったりとかしたんだけど、レザーの人とか結構多かった。レザー着てる人、私も今回レザー着てたんだけど、あ、そうそう、あ、見た見た、確かに。だから、うん、今の韓国のトレンド結構レザーとかボーダーとか、ね、あとまあサングラスとか、サングラス、メガネ、あの色メガネみたいなやつ、あの中にカラーが入ってるやつとかが流行ってました。参考にしたいと思います。みつみくん、ありがとう、スナップ。ありがとう。すごいね、リアルな感じで情報が入りました。ありがとうございました。最後、みつみくんのスナップもよかった。かっこよかった。はい。では、ということで、せーの、ぴょんからの、かいばいぼまたか。